様今までにこうやってちゃんとメイクさんにメイクをしてもらって、うん、こうスタジオでかっちり撮影っていうのはしたことあるんですか？ね、初めてです。どっちも？どっちもすごい緊張しただから。緊張する、ね、緊張する。だからなんか多分ね、途中でメイクとかなんかこう流れてないからすごい不安になるぐらいだからすごいと思う。いつもこいつもこんなことやってるってすごいなって思う。でもやっぱテンション上がりますよね。テンション上がる、ね、いつもと全然違う自分が出来上がる、うん、でも今日全然違うってなっちゃう。そうなの、うん、すごい私も実はテンション上がって、うん、楽しかったすごい楽しかったやったー、うん、なんか違うもんね、うん、なんか写真の仕上がりもちょっと楽しみにしててほしい、うん、ねえ、うん、そのスタジオでの撮影はどうでした？なんだろう、テンション上がるやっぱり。けど本当に緊張するからどうしていいのかわからなくなるでもすごいテンション上がってるのはこう写真見ててもわかった。分かる、本当、うん、あ、じゃあよかったのかな。でも緊張映ってなかった、大丈夫。それは全然本当はよかった。でもね、楽しい、楽しかった、うん、本当に。でもすごい綺麗にもメイクしてもらったし、うん、なんか私普段本当にお化粧しないから、うん、確かに、そうそうね、そう、倫率高い。そうそう、だからね、なんだろう、もうこんなに変わるんだって、人ってこんなに変わるんだっていうのがね、なんかメイクって、うん、楽しいんだってすごい久しぶりにね、うん、思えた、うんうん、ネイルもそうだけど、なんかこう違う自分を出すっていうか、発見することってすごい女の子にとって大事なのかなって、うん、今日の撮影をね、させてもらってすごく感じたことかな。確かに、そうそうね、なんかこうやってメイクさんにやってもらったりとかして、あ、こんなメイクも私似合うんだなとか、そういうのね、分かったりするし、確かにそうかも。勉強になったすごい勉強になった、うん、ということで今回で2人ともメイクが完成しました。次回は撮影風景もお見せします。ぜひ皆さんチャンネル登録してください。PC 版の方はこちらから、スマートフォンの方はこちらの逆三角形をクリックしてチャンネル登録してください。もう一回言います。 PC 版の方はこちらから、スマートフォンの方はこちらからチャンネル登録してください。よろしくお願いします。以上、トゥインクルマ